はい、というわけで今回はね、日清のつながりと思うんですけども、これカレー飯のシーフードってやつですね。カレー飯ってのが最近出てきてましたね。それのシーフードということですね。カレー飯ってのは日清のやつで、こんなにたくさん、種類がいつの間にあるんですね。焼き鳥ちゃんこ麺とかね、すき焼き牛飯、チキンラーメンのぶっこみ飯、これ食べましたね。あとは、このニシンのぶっこみ麺ね、カップヌードルね、それは食べたね。で、あとはカレー飯のシーフード、これですね。で、カレー麺のビーフ、カレー、キーマカレー麺のスパイシーと、ハトシ飯ってのがね、すき焼き牛飯と焼き鳥飯、ちゃんこ麺ってのはまだ売ってるの見たことないな、これ。あれですね。では食べてみたいと思いますね。なるほど。これはね、最初ね、誰かがね、カップラーメンの中にご飯を入れたらしいんですね。で、そしたら美味しかったので、カップ飯っていうのができたっていうね、ことらしいんですけども、なかなかな。美味しそうで。で、こう、いいなって感じですね。で、このさっぱり感と、これはイカの飯らしいんだけどね。カレー味になってるんだね。下の方にこうカレーが出てきまして、カレー味になってて。で、ご飯もね、柔らかくて。で、歯応えもね、甘くて、結構いけますね。これ何のお米だか知らないけど、非常にお米の粒がね、太いんですよ。で、こう、柔らかいですね。やっぱ結構合いますね、こういうカップ麺ってのはね、カップ飯ってのは。最初誰が考えたんだか知らないけど、どっかの、貧乏の人って申し訳ないんだけど、そういう人が、なんだろうね、カップの中にカップラーメン食べて、その後に、汁が残るじゃないですか。で、そこのところに、ご飯を入れてみたというね。で、そしたら、意外と美味しかったってとこから始まったらしいんですよね。でも大体、メーカー側はそういう人たちの意見ってのはあんまり通してもらえないんだよね、ぶっちゃけ言うとね。やっぱりそれは、なんだろう。それはもう、ほら、当時でははしたないとか、そんな貧乏くさいことやめなさいとか、言われちゃってね。ところが、その時代が進むにつれて、そういう人たちの、お暮らしになってる人たちの、ものをこう調べてみようっていうふうになったんでしょうね。で、そしたら、確かにそれは、はなから、貧乏くさいっていうふうに 決めつけるんではなくて、実際そういうふうに食べてみると、確かにうまい味だと。だから、これを商品化しようっていうふうになったと思うんですね。で、そしたら各、そういう日清をはじめ各カップ麺が、こういうカップ飯というものを始めてみようって言って始めたと。ある意味当時としたら、すごいやっぱり革命的なことだったと思うし、やっぱりすごいその決断がやっぱりすごいと思うよね。当時はカップラーメンって言ったら、もうラーメンが入っていて、それが5分、3分、5分で出来上がって、で食べると。
で食べたらその汁の部分はもう捨ててしまうか、あるいはまあ飲み越してしまうと。だからそこにご飯を入れるなんていうのは邪道の考え方だって言われてたんだけど、でもそれがその通っていくようになったっていうのはね、やっぱこう時代の移り変わりではないかなと思うし、まあ確かに美味しいわけですよ。でそこでメーカー側はまあそのご飯を入れるんであれば、まあ、まあ上等のご飯というかより美味しいご飯をまあ入れてみようということで入れて、でメーカー側がその試食で食べてみたところ美味しかったので、まあかなり評判が良かったので、まあ店各スーパーとかデパートとかまあそういったところに出してみようって出したら売れ出したということでね。まあ本当に何の商品が売れ筋になってくるかって本当分かんないもんですね。やはりその都度こう研究してみないと分かんないし、それはある意味そのメーカー側が考えたものではなくて、消費者側がいろいろなことをやってみて、で考えた結果、食べてみた結果美味しかったと。それがこうメーカー側がある時そういう話を聞きつけて、それと同じことをやってみたら美味しかったので、じゃあこれを商品化しましょうということでね、なっていったということでね。まあ時代とともにこう変わっていくもんですね。うん、ただまあ通常のカップラーメンでも美味しいんだけど、これもこれでなかなかね美味しさがあってね、いいなっていう風にね、あれですね。でよく混ぜると確かに無駄にうまいってこう書いてあるけど、まあ確かに無駄ってことはねえと思うけど、まああれですね、確かによく混ぜれば混ぜるほどこのカレー飯の美味しさっていうのが出てきて、確かにうまいなっていう感じは出しましたね。これほどうまいものっていうのはね、まあチキンラーメンのぶっこみ飯の時もうまかったんですが、まあこれも意外なほど美味しかったのでね、こうまあびっくりしてる次第っていうかね、そういう感じではあるかなって感じですね。というわけでどうもありがとうございました。